よく聞け、エージェント。目的は3つだ。どれも簡単じゃねえ。1つ目は通信中継装置の停止、2つ目は戦術作戦司令部の破壊、そして第3の目的は武器庫の確保だ。部下のためにあの中の武器が欲しい。大変。見たことがある。厄介だぞ。敵と認識される前に近づけ。でないとあんたをモップで片付けることになる。GPS によると通信センターに近づいているぞ。奴らに気づかれないように注意しろ。中継装置は屋根にあるに違いない。技術者を置いて動かしているんだ。コンバットエンジニアのことだ。用心深く訓練されていて、私たちと同等の装備を持っている。連中装備に関してはケチってないよ。戦闘準備。
皆さんは LMB の保護下に置かれています。
LMB がその熱に耐えられるかどうか見ものだ。注意、データ7機完了。 CPU をオーバーヒートさせ冷却機能を動かします。確認、シーケンス完了。サーバーデータの上書き、 CPU の破壊を完了。あんたは武器庫の真上にいる。一度ドアを開けたら増援が到着するまで一人きりだ。気をつけろ、騒がしくなるぞ。警告、敵接近中。
いい知らせだ。増援が来たぞ。最初のターゲットを通過し、そっちに向かってるところだ。接近中。LMB からの要請にはいかなる場合も従うように。助かる命は我が命かもしれません。いい知らせだ。応援が来たぞ。最初のタレントを通過し、そっちに向かってるところだ。
通知、仲間のディビジョンエージェントダウ。地点を通過した。到着する。これはいつまでも隠れられる。行くぞ。残らず排除。捨てろ。グレネードだ。
隊は現在 LMB の保護下に置かれています。皆さんの安全確保のため LMB 兵からの協力要請には従ってください。よくやったエージェント。まだ数え終えていないが、手に入れた武器で JTF はしばらく戦えるはずだ。見事だったぞ。 LMB の足をすくってやったな。この調子で続ければ奴らを倒せる。